古代エジプトのインフルエンサーネフェルティティ。前1351年頃に即位した王アメンホテプ4世は、テーベのアモン神官団の傲慢さにはもう耐えられない。自分たちがファラオより上にいるつもりか。ファラオは神の化身、神官がファラオをないがしろにするような時代になれば、エジプトは神の怒りを買い、ナイルの恵みを失うでしょう。ファラオこそがこの国の主であることを思い知らせなければ。そうだ、アモンに代わる神を立てるのだ。まあ、もともとアモンはテーベの地方神、歴代の王が奉納してきたからこその権威なのに、それが太陽神ラーを取り込んで国家神となったのだ。ならば古の太陽神アトンを国家神としよう。神はアトンだけがいればいい。素晴らしいわ。私の名も今日からアメンホテプからイクナートンに変えよう。そしてアトン神のために新しい都を作るのだ。このようにしてアメンホテプ4世は首都をテルエルアマルナに移す。神は一人、そう、太陽神アトンのみ。このアトン神への信仰は史上初の一神教とみなされ、この宗教改革をアマルナ革命という。それまでのエジプトの神は人の姿か獣頭人身で表されていたが、アトン神は日輪とそこから差す光の手で表現された。テルエルアマルナに都があった時代には、王の命令により自然主義的な芸術アマルナ美術が生み出された。それまでの伝統的なエジプト芸術では様式美が重んじられたが、アマルナ美術では家族団らんがテーマに選ばれるなど、ありのままの写実性が重んじられた。この時代の美術品として王妃ネフェルティティの胸像が現代に伝わっている。続きが気になる人はぜひ読んでみてね。